はい、あやめです。よろしくお願いいたします。叡王戦第3局は評価値だけ見ると藤井叡王の大逆転負けという形になっておりましたが、実は超がつくほど難解な終盤戦で、本当に難しい戦いが最後まで続いておりました。で、感想戦で現れた変化としては6八角に対して6九玉が主に深く検討されていました。本譜の8八玉、8六角成、8二角成の変化は藤井叡王が7六銀を軽視していたと、そういったお話をされておりました。7六銀が想像以上に厳しく、ここで一応本譜6一飛車4一香に7九8七銀と打ってしまったんですが、まあ、これが結果的に敗着になって伊藤匠七段が逆転勝ちを収めるという形になっていきました。で、昨日もちょっとやらせてもらったんですが、まあ、ここで7九桂と打つ手だけが唯一先手が勝ち筋で、ここから正確に指せば先手が勝ちだったんですが、ただやっぱり7九桂っていうのは本当にすごい手で、6八歩成を狙われていることを分かっていながら8七地点だけを受ける7九桂っていうのは通常ではちょっと考えられないような奇跡的な絶妙手で、さすがの藤井叡王も残り時間が少ない中、指せなかったと。それぐらいの藤井叡王が指せなかったぐらいの本当に難しい手でございました。まあ、この辺がちょっと昨日じっくりやらせてもらったんで、ここでは省略しますが、じゃあ6八角に対して感想戦で触れられていた6九玉、こちらの方が実践的には先手が勝ちやすかったと、そういうお話になっておりましたので、今回6九玉の変化じっくりやらせていただきたいと思います。まず6九玉に対してここで8六角成とする手は持ち駒が金ではないので詰めろになっておらず、8二角成とボロッと取りまして、これは先手が勝ちそうな展開となっております。例えばここで6六銀には6一飛車と打って6六の銀を抜いてしまえば先手が勝てそうという状況ですね。例えば4一香に対しては、まあ、6六飛車成もありますし、4六馬とずっしり引き上げておけば、例えば6八銀だったら5八玉から4七玉と、こういったルートが抜けておりまして、これは次6六の銀取りが残ってますし、1三馬の王手も残ってますし、先手が必勝形に近い局面となっていきます。ということで、ちょっと、6、8、6角成の変化は単に飛車取られてまずそうということが分かりました。またここから4七歩成同金3八銀という金と飛車の両取りもありますが、この場合は1一飛車と狭い方から打つのが好手で、4二玉は5一銀として5二玉に6四桂と王手していって、同馬は同馬で受けなしですし、6三玉は6二銀成という詰め将棋みたいな好手があって、同玉には7二馬で詰みで、5四玉にも7二馬としまして、4四玉4五歩で王様かわして飛車成って何か合駒して、そこで5五桂と、これで詰みとなります。いずれにしても詰むことが分かりました。なので、4二玉ではなく2一香車と打っていくことになりそうなんですが、これも先手玉まだ詰めろにはなってないので、4三桂という比較的ゆっくりした攻めが間に合っていきます。2二玉は1三飛車成で詰み、同金も同歩成で、同金には2三銀と打てば同香とは取れませんし、3二金の詰めろ、3二金の詰めろを受けても2一飛車成同玉、2二金の詰みもありまして、これは先手が勝ち筋となります。ということで、いずれにしても勝つことが分かりました。で、8六角成の変化はちょっとダメで、あと8六飛車と飛車を逃がしながら8九飛車成を狙う変化もありますが、平凡に8七歩と受けておけば先手が勝ち筋に入ります。例えば6六銀なら8六歩と取りまして、5五銀にはやはり4三桂が切り札の一着で、先手玉は6八に角があるおかげでかえって詰みづらい形です。例えばここ同金と取ると同歩成として、同金なら6二飛車と平凡に詰めろかけていって、3二金の詰めろで4二銀と、いやもしくは3二銀と受けても1三香成ですね、これがぴったりで桂馬取りながら2二金からの2二銀からの詰めろかけまして、先手が必勝形となっております。4三桂に、まあ、2二玉と逃がしても1三香成同玉2五桂と王手金取りをかけて自然な攻めがつながりますので、これも先手が優勢という形になってました。ということで、8六飛車は
8七歩ってちょっとダメということで、やはりこう6六銀と取る手が本命になってきます。でこれで先手も同角と取ってしまうと、今度こそ8六角成とされて飛車取りが消えているので、これは後手が大優勢です。なので結局先手も覚悟を決めて8二角成と取るしかありません。ここが感想戦でも課題となっていた局面でした。5七銀なり5七角なり4七銀あるいは4七歩なり、本当にいろんな手があって、先手としても考えるのがすごく大変なんですが、結果的にどの変化も先手の勝ちにつながるというところですね。やっぱり選択肢が広い局面で相手に手を渡すっていうのは、さすがの藤井叡王でもちょっとあまりにも怖いと、そういう局面になってました。で一つ一つ見ていきたいと思います。あとまあここから7七香と打つ変化もあるんですが、これに対しては6一飛車ですね。で何か合駒させて6六飛車成と銀を抜けば7八香成同玉で、これは先手玉安全ですので、まあ、8六角成には6七玉、これは先手勝勢です。なのでこの8二角成に7七香車はちょっとできないことが分かりました。じゃあ5七角成の変化どうかということで見ていきます。これは同金と取ります。ここで同銀か成らずか成かが非常に大事なんですが、例えば同銀成でいった場合は王手王手で迫られて4六馬というのが後手にとってちょっと怖い数字となっています。例えばここで4三桂と打っていく手がなかなか厳しく、こう2二玉と上がってしまうと1三香成同玉4六馬で王手成銀取りをかけられて、成銀を抜かれると先手玉が全くやらず負けてしまうということですね。なので結局ここ取るしかなさそうなんですが、そこで2三桂と藤井叡王が本譜でやったような、そういう手段があります。で同金に3二銀同玉4三歩成としまして、同玉に4四歩と打っていきます。で3三玉に4三飛車で2四玉に、まあ、4六馬と引いてもいいですし、まあ、2三飛車成同玉1三香成として、同玉には2五桂取って、まあ、ちょっと手順長いんですが詰み筋に入っています。2四玉には4六馬がありますし、1四玉には2四金と捨てまして、同玉にやはり強引に4六馬を成立させまして、3五合駒には4二角と打ちます。で仮に2五玉なら1五金と、まあ、こういう要領で詰ますことができます。まあ、かなり手順長いんですが、まあ、手順長くて本当に難しいんですが、まあ、藤井叡王のその詰将棋解答選手権5連覇の力があればいけたんじゃないかと、そういう変化になっておりました。またやっぱり本当に難しい変化ですので、さすがの藤井叡王でもちょっと躊躇したというのはよくわかるような難易度となっております。またここで同銀ならずと取る手もあります。この場合4六馬が成立せず、さっきの4三桂の変化だと危うい展開もあるんですが、この場合は単に6七金と取る手が成立します。が5八銀7八玉6七銀なり同玉6六銀7八玉6七銀8八玉としまして、7六金と詰めろがかかるんですが、この瞬間蓄えた駒を生かしてやはり4三桂同金寄る2三桂として、で同金なら3二銀同玉4三歩成、これは先ほどと同じような要領で詰み筋となります。問題はちょっとこの2三桂に対して2二玉とか逃げる変化で、この場合は4六の歩に紐がついているんですが、これも1三香成同玉2五桂としまして詰み筋となります。2四玉なら3五銀と捨てるのが好手で、同歩に1三角と打ちます。で2五玉は3五角成から詰みです。1五玉は1六歩同玉1七歩同玉1八歩通っていきまして、同玉には1九飛車まで、で綺麗に詰んでいるということですね。で王様引く手も1七飛車2五玉3五角成で詰みます。いずれも詰むことが分かりました。ただ今ご覧いただいたように、すごく長手数の詰みなので本当に難しい変化がたくさんありました。やっぱり藤井叡王もちょっとそういうのがおそらく読み切れずというところで、まあやっぱりこの6八角6九玉の時に8六角成、8六飛車、6六銀あるいは4七歩成とか、本当に変化が膨大すぎて、さすがのちょっと藤井叡王でもなかなか実戦で指すのは難しいと、それぐらいの手順だったようです。ということでここで5七角成の変化は先手が勝つことが分かりましたんで、じゃあ5七銀成はどうなるのか、
見ていきたいと思います。5七銀成もすごく怖い手で、例えば先手がほっといて1三香成とかやってしまうと5八銀で頓死します。同金同成銀同玉、5七銀と打ちまして、どこにかわしても金打ちまで詰んでしまうということですね。5七銀成は5八銀からの詰めろになってます。でここでじゃあどうやって勝つかっていうと、6七銀という絶妙の一着がありました。で同成銀に6一飛車4一合駒6七飛車成、これでボロッと抜いてしまいまして、8六角成には7七銀8七馬7八銀打ちでがっちり封鎖して、これで先手が勝つという状況ですね。ということで、いずれにしても6七金というのが絶妙手で先手が勝つことが分かりました。まあ、5七銀ならずは同様で、やはり6七金と取りまして、これは先ほどよりさらに条件が良くなっております。4八銀なりなら、まあ、6八玉と取っておけば先手が必勝形という形です。それで、5七角成の変化はちょっと後手がまずそうということが分かりました。ではここで4七歩成の変化はどうかと、これも見ていきます。4七歩成は同金としまして、で3八銀というのがメインになってくるんですが、3八銀の瞬間まだ先手玉、一応5八銀同玉4七銀成っていう筋はあるんですが、まだ詰めろにはギリギリなってませんので、1一飛車という手があります。1一飛車に4二玉なら、まあいろいろあるんですが、5四桂が一例です。同歩に6四馬と引きまして、5三合駒に5一銀5二玉7四馬6三合駒、6四桂としまして、で6一玉に4二銀ならず、3一合駒に6三馬と、これで必死かけまして先手玉詰まず勝ちと、ちょっと一例として長いんですが、こういう変化がありました。なので1一飛車に2一香と合駒していくのが本命ですが、2六飛車と取っていきます。これが2一飛車成の詰めろで、同香とも取れませんので2五歩と打ちますが、そこで4三桂というのが厳しいです。で仮に同金なら同歩成同金2三銀で必死かけて勝ちということですね。4三桂に2二玉は1三飛車成で詰んでしまいますし、4二玉も5一銀と追い込みまして、で4一玉は2一飛車成が王手で取れますんで5二玉ですが、そこでやっぱり2一飛車成とボロッと取ります。で例えば2六歩とした場合は6二銀成という絶妙の手がありまして、同玉に6四香車と打っていきます。で合駒すると5一竜で詰み、逃げても5一竜で詰みということで、これでぴったり詰みになってます。ということで、いずれにしても進むことが分かりました。4七歩成同金3八銀は1一飛車で先手が勝つということですね。あとまあここで4七銀という変化もあります。本当にたくさんあります。ほっとくと5八銀打ちから詰んでしまうんですが、これもやはり6一飛車と打ちまして、4一合駒6六飛車成で 4八銀成に6八金と普通に取りまして、同歩成同玉、これで8七金と縛るような手は一応あるんですが、普通に詰めろじゃないので1三香成と取れまして、これで先手勝ち筋です。まあ、例えばここで4七歩成とされた場合は6二竜とする手が詰めろ逃れの詰めろとなりまして、2二銀からの詰み見せて先手玉は詰みませんので、これで先手勝ちという形になるわけですね。まあ、ということで本当にこの6八角6九玉6六銀8二角成の変化、ここで本当に5七銀成5七角成7七香4七歩成4七銀、かなりたくさんの手を読まないといけないので先手も本当に怖いところだったんですが、いずれにしても正確にやれば先手が勝てるということが分かりました。なので藤井叡王はこの、感想戦で8八玉と逃げた手をちょっと後悔して6九玉と逃げるべきだったと、そういうお話をされていたということですね。これがその6九玉の正体でございました。まあ、あまりにもこの6六銀8二角成の変化がちょっと怖すぎて、普通だったらちょっと指せないような恐ろしいギリギリの展開なんですが、本譜の8八玉よりは良かったと、そういう状況ですね。まあ、ちなみに本譜の8八玉少しおさらいしておくと、8六角成8二角成にここで7六銀と出られる手を軽視していたと藤井をお話しされておりました。これが8七銀の詰めろと
6八成を見せて、パッと見確かにここはもう後手が勝ちにすら見えてしまうんですが、まあ、6一飛車一発利かして4一香を打たせて7九桂と受けるのが幻の絶妙手で勝ちだったということですね。7九桂に軽くおさらいしておくと、まあ、6八歩成が怖い手なんですが、7七銀とがっちり受けまして、で7八とは同玉で右に逃げるルートが開通して、これは後手がまずそうというところなんですが、まあ、ここからさらに8七歩という怖い手がありました。で同金同銀成同桂に7八銀と8六の馬を見捨てるすごい手があって、パッと見これ先手負けにすら見えます。例えば8六銀と平凡に馬取ると7六金が8七金の詰めろと8六金の銀取り詰めろ銀取りで、後手玉は寄らず、これはちょっと先手があまり良くなさそうというところですね。ただこの、7八銀に対して8六銀ではなく9八銀と、ただで取れる馬をあえて取らない9八銀という絶妙の受けがありまして、これならわずかに先手が余していたというそういう状況になってました。まあ、7九銀ならずには同飛車同頭に8六銀で上部への逃げ道が開通しているということですね。ということで、まあこれが本当に変化の一例で、あまりにも難解かつ膨大な変化がたくさんありまして、さすがの藤井叡王ですらさせなかった幻の7九桂ということで昨日ご紹介させていただいております。まあ、結論といたしましては、やっぱりこの伊藤匠七段の5五角に対する飛車を逃げない6六桂というのがすごい勝負手で、同銀に6八角と、まあ、金の利きに角を打っていくという普通だったらありえないようなすごい手が連発して、これでさすがの藤井叡王も受け切れなかったと、そういう展開になってました。ちなみに6八角に6九玉ではなく同金の場合は同歩成同玉6六銀同角6五香車と電角出しを決めて後手が逆転となってました。なのでまあ8八玉の変化が先ほどご覧いただいた絶妙手7九桂を指さないと勝てないという勝てないということで、やはり実戦的にはここで8八玉が敗着に近い手になってしまって、6九玉だったら藤井叡王がまあ優勢な可能性が極めて高かったというお話でございました。いかがでしたでしょうか。ということで叡王戦第3局藤井叡王が敗れまして、これで初めてですね、負け越しの状態で角番を迎えるという形になりました。豊島叡王との昔の叡王戦で2勝2敗のタイになったことはありましたが、まあ、負け越しの状態で角番を迎えるのは本当初めてということで、果たして、藤井叡王が勝てるか、それとも伊藤匠七段が新しい時代を築くのか注目ですね。それではここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。